皆さん、こんにちは。みーちゃんです。去年7月の参議院選挙における買収疑惑で、ついに、河井夫妻が起訴されました。夫で、元法務大臣の河井克行さんが、地方議員など100名に、約2900万円を渡して、票の取りまとめを依頼したとして、買収で起訴され、候補者本人であった河井杏里さんも、そのうち170万円を渡すことに協力したとして、同じく買収罪で起訴されました。 この裁判において、連座性、百日裁判、過重買収など、聞き慣れない言葉が多く飛び交っています。今回の動画では、それらの言葉の意味を解説します。まず、連座性です。連座性とは、公職選挙法における連帯責任の仕組みです。具体的には、候補者と一定の関係にある人が買収などを行った場合、候補者が関わっていなくても、 当選無効や一定期間の立候補禁止となります。これは、単純に言えば、あいつが勝手にやりました、と言えないようにする仕組みです。秘書や関係者が勝手にやったとの言い訳はできず、候補者も責任を負う、連座制が適用されます。今回、河合夫妻は、妻の河合杏美さんの選挙に関する買収で起訴されています。つまり、河合杏美さんが、候補者本人、河合克行さんが、 その関係者となります。そして、検察は、河合克行さんが選挙チームを取りまとめる、総括主催者であったと判断しています。さて、連座制で当選無効が決まる過程にも、2種類があります。一つ目は、選挙チームのリーダー格に当たるような関係者の場合。二つ目は、親族や秘書など、裏側から選挙運動を管理する関係者の場合です。一つ目の場合は、 関係者が有罪となった後、基本的に連座性が適用されます。ただし、候補者本人が不服の場合は、連座性の無効を求めて提訴することができます。その裁判で勝訴した場合は、連座性が適用されません。二つ目の場合は、連座性を適用するには、関係者が有罪となった後に、検察官が連座性の適用を求めて、提訴する必要があります。今回、 河合克行さんが総括主催者であったと認定され、有罪となれば、河合安里さんが当選無効の取り消しを求め、勝訴しない限り、連座性が適用されて、当選が無効となります。また、買収罪そのものも総括主催者であることで、罪の大きさが変化します。公選法では、通常の買収よりも総括主催者が行う買収を重い罪に定めています。河合克行さんも、 通常の買収よりも重い過重買収で起訴されています。続いて、100日裁判です。これは、先ほどの連座制とも深く関わる制度です。公職選挙法では、当選者や連座制対象者が提訴された事件については、100日以内に判決を出すように努めなければならないと定めています。これを、100日裁判と言います。当選者本人、もしくは、 連座制対象者が提訴されている場合、議員の立場は不確かなものです。一方で、裁判に時間がかかってしまうと、その間は、議員としての立場が続きますし、任期が終わることもありえます。そのため、100日以内の短期間で、判決を出すことを求めているのです。河合夫妻は、全面的に争う姿勢です。関係者が非常に多いこともあり、判決に時間がかかる可能性もあります。 河合克幸さんのみが有罪となっても、河合杏里さんは連座性が適用されます。国会議員二人の地位に関わる裁判で、今後の行方にも注目です。また、三千万円近いお金の出所がどこなのかも気になります。多額の買収資金の出所についても、今後の裁判に注目です。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。動画が気に入った方は、 評価・チャンネル登録をよろしくお願いします。みーちゃんでした。